アラペコアザラシと申します。三国志14、難易度は極級、シナリオは群雄割拠、選択君主は長老。第11回を始めさせていただきます。前回は慶南を抑える劉表と熾烈な戦いを繰り広げ、霊陵に追い詰めたところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。ちょっとダメージ食らう方が多いな。となったら関水出すか。慶陽から関水出しましょう。関水で水耕で一応6000ほど持って、こちらまた歩を奪って西安まで行きましょう。ついてこい。では進めていきましょう。いやーでもちょっと失敗したな。いいんじゃない。次は読み櫓と喜べ。撃破されちゃいましたね。で計略埋伏の毒で治安が悪化し始めた思案を、いやーダメか。では進めていきましょう。取り返されましたね。まあいいでしょう、関水行きますからね。いいんじゃない、マグンダでこのまま。お、高尊公がなくなって高尊卿が後を継ぎましたね。では進めていきましょう。霊陵からは出てこないですね。これはこのままいけますね。馬長が混乱したまま、よし混乱解けた。いいんじゃないか。役立ってみせよう。必ずやお役に立ちましょう。これは一旦王位追放して霊陵に戻した方がいいですね。看守持ちが一人しかいないので、看守持ちが一人しかいないので、この運はいずれ玄関さんだけだからね。感謝いたします。では進めていきましょう。これで包囲占領も見えてきましたね。で霊陵に着きましたと。アシュラ人入った、3900、素晴らしい。あともう一発誰か入れてくれると全然形勢が変わってくるぞ。では進めていきましょう。もうここはガシガシ進めていいですね。兵糧もね問題になっちゃなってきちゃいますからね。ここはガシガシ、よしよしよし、包囲占領達成ですね。おお、アシュラ人16000、素晴らしい。霊陵撃破です。これで流氷軍が滅亡と。で王位もしっかり戻ってますね。ああ、いいですね、序書もいる、素晴らしいな。あれ、甲冑は、甲冑もいますね。よかったよかった、序書と甲冑がいるのは素晴らしいですね。では登用していきましょう。お頼みます。よし、19人も仲間になってくれた。捕虜になってもらいましょう。あとはいいんじゃないので、艦中が、お、大芝に任じられましたね。これでまた配下に与えられる官職が増えましたね。さてさて、それでは劉表を滅ぼした我ら後鳥羽道長老さん、次の進行先はまだね、孫権とは37ヶ月、李鶴も結構伸びてますよね。まあ伸びてるというか維持してるって言った方がいいですかね。うまく曹操を抑えてくれてますね。なのでこの後はこちら、師匠王老を滅ぼし、その後に、あ、炎術がここに残ってる、ここ取るのも面白そうですね。ただあ、ただこれは無理かな、曹操に滅ぼされちゃいますね。まあとりあえず甲州制覇を目指して馬軍団を派遣しましょう。新戦艦アシュラ人、マンバホンとアシュラ人、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 
アシュラ人と、こちらマー軍団全軍で甲州に進軍いたしましょう。腕が鳴る。で関水はここまで行って色塗りをした後、こちら周囲の符を奪ってもらいましょう、うん、お、どこが滅びた？炎術さんか。あー、ついに炎術が早々に滅ぼされましたね。では進めていきましょう。講師から出てこない。お、出てきた。あー、これ関水狙ってますね。馬長たちが追いかけてるが、ここはチャンスだな。この軍倒していこう。報告がある。足の速いこちらの部隊で敵接近時攻撃で攻撃していきましょう。やろう。でこの3部隊は圧力をかけにここまでいきましょう。さあ関水がうまくおとりになってくれますね。では進めていきましょう。関水ももしかしたら壊滅はするかもしれないが、よし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 、うまくいった。いいんじゃない。あー、ダメだ。こちらからの連携は出てこないな。なんだ。一旦ここまで平坦つなぎに行きましょう。やってやろう。では進めていきましょう。孔子のこの軍を落とせばかなり新戦艦が一発入ってくれれば、よし、アシュラ人入った。いいですね。デシキさんを捕らえましたね。いやー、これちょっと関水ダメかな。ちょっと馬長でここまで来ましょう。ここまで行ってここまで行きましょう。でこの2体でここに建設軍楽台建てましょう。ちょっとこの2体もここまで行こう。承知した。では進めましょう。うわー、関水の士気が完全に低下しちゃうな。よし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 。あー、ダメだ、壊滅してしまった。まあいいや、とりあえず軍楽台を立ててマー軍団の士気を上げましょう。読んだか。こちらまで行きましょう。承知した。ここの部隊もここまで行きましょう。いやー、この軍楽隊のおかげで攻守進行が成功しますね。よし、理学との同盟も延長しましたと。これちょっと砲煙の部隊がつくために道開けてあげないといけないな。確認してくれ。どうした。ちょっと下に降りましょう。読んだか。で今のここに入り込みましょう。で式99まで行ったので、失踪持ちの馬長で関水の代わりにここまで行きましょう。心得た。で式はもう100になったね。100になった部隊は南下して圧力加えましょう。報酬配れるかな。配っていきましょう。悪くない。では進めていきましょう。まずあとは馬鉄ですね。馬鉄のよし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 、士気を上げていかないといけないですね。聞くない。いくらマー軍団といえね、無茶をさせたくはないですからね。では進めましょう。これでね、馬長が奉仕だったらね、足が速くてよかったんですけどね。まあ失踪持ちだから魚鱗といえども、まあ言っちゃいいですけど。死者が面会を望んでいます。まあお金に変えていきましょう。どうせ滅ぼす相手です。よしよしよし、クシャーナが戻ってきましたね。クシャーナからかなりね、幼少さんたちね、ちょっとねずーっとねもう攻撃ばっかりやらせてるから、
ちょっと見ていただきたいんですけれども、かなりね、能力上がってるんですよ。千番さんとか陽翔さんなんてね、なんてだって、統率80代ですからね。で、陽子だってね、もうこんな能力ですよ。もうアベレージ60を超えて魅力も80ということでね。で、陽翔さん、もう役立たずで有名な陽翔さんもね、60代をね、ついにね、知力と政治が超えるというね、いや、素晴らしい能力値になってるのでね、ちょっとね、今後もね、どれぐらい能力値が上がるかちょっとね、試してみたいと思いますね。いや、90とかいくんじゃないか？では進めていきましょう。さあ、これでバテツさんも士気が100までいったので、あとは馬長が周囲の歩を奪ってくれるのを待つだけですね。いやー、時間かかるな。いいんじゃないか。そしたらもう突っ込んじゃってもいけるんじゃないかな。では突っ込んじゃいましょう。講師まで行きましょう。で、馬長はこの歩を押さえ、こちら押さえてから突っ込みましょう。で、報酬を配れる方配っていきましょう。では進めます。マーグンダの力で師匠さんを壊滅させていきましょう。おお、一発！さすがマーグンダ、馬長がいなくても強い。これで師匠さんの軍も壊滅ですね。全員投与していきましょう。魅力を尽くします。7人しか捕虜できなかったんですね。捕虜にじゃあしていきましょう。あー、で師匠さんちょっと逃したんじゃないか。ちょっと見ていきましょう。武将で、あー、やっぱ師匠さんいないですね。今師匠さんどこいるんだ。そしたら全勢力武将で、魅力が結構高かったよな、師匠さんは。師匠さんは今霊寮に逃げ込んでいると。これだったら捕らえられるんじゃないか。いや、師匠さんはね、あの政策が有能なんですよね。千獣開示レベル3持ってますからね。ちょっとこちらはね、何としても取りに行きたいところですね。そしたら次は南海ですね。南海に行くために講師から軍を出していきましょう。馬頭、馬運力、馬鉄、とりあえずこの3体で出していきましょう。で、バンバ、砲塔、アシュラ人、アシュラ人、アシュラ人と。で、兵士マックス。あともう1体出せるか。出していきましょう。馬球さん、馬体さん。で、馬体さんもアシュラ人と。で、これで、王路に宣戦布告で、ここの軍拡大を壊すところまで行きましょう。我に続け。で、理解さんは、このまま、講師に入りましょう。命令か？任せてくれ。で、奥から出してる輸送隊は、ガシガシ霊領に、講師に入れていきましょう。そしたら、マー軍団を、長は失踪持ちなのでガシガシ進んでもらう役になってもらいましょう。では進めましょう。いやー、南海攻略戦ですね。次は共に行こう。いいですね。どんどん仲間になってくださいよ。共に行こう。必ずやお役に立ちましょう。いや、師匠さんが仲間になってくれたの大きいな。で、南海25,000、これこのまんまいけるか。講師から出撃で久々に出していくか。宝徳たちの3兄弟、白馬鉄器、アシュラ人、アシュラ人と。で、兵数マックスで攻撃を仕掛けに行きましょう。出陣する。海を通った方が早そうな感じで出てましたね。心より感謝いたします。では進めましょう。
いやー、また当たってしまったな。お、馬長、ただし取れましたね。よし、弓矢倉を倒しましたね。で、石壁も壊した。邪魔なものはなくなったな。よし、で、平太もつらいだと。ん？これで天水が大規模。素晴らしい。戦乱から遠く離れた領主の地はね、豊かになってきますね。聞くがいい。そしたらこちら全員待機で、ここまで進軍ですね。で、この部隊は全員弓矢倉壊しに行きましょう。いや、ここの部隊はもう一気にここまで進軍しちゃおう。で、バウン力もここまで進軍ですね、はい、では進めましょう。お、陰木さん発見ですね。いいんじゃないか。報告がある。読んだか。動くとするか。一応念のためここで待機しよう。ちょっと早すぎて弓矢倉が壊れる前に。サイはサイ、サイカだったよな。何でしょう。サイカさんですね。サイカさんがついたらまずいですからね。で、あとは、指揮低下、軍楽台作りたいとこだけど、80あるから大丈夫かな。報酬配れる方、配っていきましょう。身に余る光栄です。それでは進めていきましょう。とりあえず、まずは弓矢倉を壊すことと、あと、この歩を奪うことですね。やばい、馬長を勝手に突っ込んでいってしまった。進軍します。弓矢倉まだ倒れてない。報酬配れる方、配っていきましょう。お礼申し上げます。で、探索できるところがある。雲南、あ、ついに猛獲軍団が来るか。ちょっとここは多めに派遣しておきましょう。では進めます。いや、この3万のが弓矢倉で削られてしまう。うわー、1400も削られた。クソ、しくじったな。いやいやいや、しくじりましたね。そしたら円光さんは宝徳と合流させたいので、ここまで行きましょう。任せろ。どうされましたか。成功。成功へも同様ですね。しし、南に行きましょう。どうした。で、宝徳はこの歩を抑え、ここまで行きましょう。承知した。で、マー軍団の方々で夫人につきましょう。何、馬音力も足が遅くなっちゃってるな。やるわよ。輸送隊がちょっと邪魔しちゃってる感じだな。お呼びでしょうか。ちょっと輸送隊邪魔だな。ここまで行こう。やるとしよう。では進めましょう。ちょっとね、邪魔するのは良くないね。馬運力たちの進軍の邪魔は良くないよ。いいんじゃない。いいよ、いい感じで布陣敷いてるよ。いかがだったでしょうか。孔子の師匠さんを陥落させ、そして王老軍と戦端を開いた我ら長老軍、果たしてこのまま何回は落ちるんでしょうか。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。